MGB ですね、はい、MGB です。はい、この車は随分前から持ってらっしゃるんですか。ね、これは4、5年前に買ったんですけども、もともとこれあのルマンクラシックジャパンでクラス優勝したらしい車なんですけども、もともとこの時代の車がお好き。そうですね、あのミニから始まって、まあ、ロータス系に何台か乗りまして、はいはい、でまあ、その間にアルファロメオのジュリアとかを、うん、まあ、今も持ってますが、これをその岐阜の方から譲っていただいたということです。この辺の車ってやっぱりめっちゃ高騰してるんですか。いや、あのそんなに高くはないですね。あ、そうですか。僕もこれは大変お値打ちに譲っていただきました。最高にバリューフォーマネーだとは思います。うん、はい、どんなところが魅力なんですか。まあ、スタイルは好きですし、うんうん、その特にこのスタイルの中でここ可愛いだろうみたいなこの角度がいいとか。いや、あの基本的には全部好きですよ、うん、はい。これはエンジンのスペックはどんな。これは 1800cc の OHC、うん、OHC V、はい、あ V じゃないですか。あ、 OHV、はい、うん、フロントミドシップじゃないですか。すごいスペースがあるんですね、ここね。そうですね、うん、SU ツイン6000ぐらいまでは回してます。うん、はい、ストレートカットのギアが入ってるので、はいはいはい、ちょっと発進がしにくいですね。うん、はい、4速ですね。4速にちょっと入りにくいですね、温まってくると。さっきちょっと入りづらい時がありました、はい、でバックの時はこれを引いた状態で、もっとね右手でリングを引き上げて、ね、ああなるほど、ギュッと引っ張らないと無理です、はいはい、でバックは使わない予定です。スタートはそれ、あの、はい、キルスイッチオンにしてスタートオンです。はい、4周5周ぐらい走られますか。いや、そうですね、計測1で戻ってきます。あ、好きなだけ乗ってください。 ありがとうございます。お、軽い。3500から4500、5000ぐらいまでっていうのはもう最高のポイントですね。シートにはもうちょっときっちり取り付けた方がちょっと剛性がない。ハンドルは意外と重いです。あ、でもね、車体はすごいしっかりしてる。サーボがないので意外と重たいよ。じゃないか。
が本当のボディだと思うんだけど、これはねすごいしっかり、すげえしっかりしてる。
やもうストーンと入ってくれる。このね、あのそうなんだよ、そのやり方なんだよみたいなところがどんどん見つかって、どんどん車が気持ちよく動くようになってくるっていうのがね、やっぱりあの現代の車とは違う、面倒くさいところでもあり、面倒くさいからこそうまくいった時が楽しい。素敵です。